鹿島、開拓島。かつては燃えたぎる灼熱の溶岩と、天高くそびえ立つ険しい岩山が行く手を阻む、過酷な環境のフロンティアであったこの島だが、新天地を求め、上陸した多くの人々の手により、今では、緑あふれる森と発展した街並みが広がる、豊かな島へと変わりつつある。新たに立派な大聖堂も完成し、ますます開拓が進む、このピカピカ島。人々はハンマーを手に、今日も新たなビルドに臨んでいる。どうも皆様、おはようございます。突然、何の前触れもなく、いつの間にかキャラクターの衣装、スキンが変わっている系ビルダーの、タンポポでございます。前回、複数回にわたって開発を進めてきた、白い壁の立体的な街、そのエリア開拓の一環として、新たに、長年にわたって屋根なし教会しか当てがわれなかった、水戸さん4年越しの思いの結晶、水戸さんの大聖堂をビルドしました。ここまで400時間以上かけて開拓してきた、ピカピカ島緑化計画、その一区切り、現時点での集大成としてビルドした建築でしたが、結果、それにふさわしい立派な大聖堂に仕上がりました。外壁部にあまたの装飾を施し、のっぺり感の全くないこの外観、大満足の出来でございます。そう、満足していますよ。外観には、ね、そう、内部はまだ何かしっくりこないんです。特にこの天井部分、シャンデリアをビルドしてみたのですが、作り込まれた外壁、ステンドグラスに比べ、なんかいまいちパッとしないんですよね。ということで今回はまず、こちらの大聖堂の手直しとして、天井部分にもステンドグラスをビルドしようと思います。前回、大聖堂奥に設置した手作りのステンドグラス、それと同じようなものを屋根裏にもビルドし、天井ののっぺり具合を解消させましょう。一方こちらは、パート13でビルドした、錬金術師のアトリエ前、そこから西に進むと、まだまだ未開拓の海岸線が続いています。以前、ピカピカ島緑化計画、動画シリーズのどこかで、少しお話ししたと思うのですが、しっかり綺麗に舗装された海岸線だけではなく、磯のような自然な海岸もビルドしてみたかったんですよね。ということで今回は、錬金術師のアトリエ、および、パート3でビルドした、森の中の湖、西側にあたるこちらに、今までビルドしてきた、舗装された道とはまた違う雰囲気の海岸線、ゴツゴツとした岩が織りなす雄大な自然の情景、海岸の磯エリアをビルドしましょう。ここ最近、街エリアのビルドが多かったこともありまして、久々に自然あふれる区画、それも、今までやってこなかった雰囲気のエリアをビルドしてみたいと思います。さあ、ピカピカ島緑化計画の新たなる第一歩、改めまして、今回も張り切って参りましょう。さあ、行くぞ！それでは、大聖堂天井の手直し、ステンドグラスのビルドから進めましょう。今回ビルドする天井部のステンドグラスも、前回大聖堂奥に設置したものと同様、染色したブロックライトを組み合わせて作ろうと思います。ということで、まずは天井部のビルドをしやすくするため、一度屋根を破壊し、屋根なし大聖堂にします。その方がビルドしやすいからね。仕方ないね。まあこれまで4年間、屋根なし教会で我慢してきた心優しい水戸さんですし、今回の大聖堂も、屋根がなくてもきっと大丈夫でしょ。おっと、ふざけないでよ！はい、屋根を取っ払ってビルドがしやすくなったところで、次は、白く染色したガラスの床を天井部に配置。前回ビルドしたステンドグラスには、3種類のガラス窓を使用しましたが、ガラスの床は1つしか種類がないため、今回使用するのは、この1種類のみ、ですがそれだと、どうしてものっぺりとしがちですので、大聖堂天井両サイドに位置する部分は、中央よりも一段下げてガラスの床を配置し、凹凸を演出します。ガラスの床を全面張り終えたら、次はその上に水を注いでいきます。こちらも前回のステンドグラスのビルドと同様の作り方、ガラスとブロックライトの間に水の層を挟み、ステンドグラスの見え方を変化させることが狙いです。あ、一部屋根の間から水が漏れ出てしまっていますが、10分後の私がきっと何とかしてくれますので、とりあえず、一時放置で、ちなみに現在の私には何の案もございません。あしからず。注水完了後は、水の層の上にブロックライト各色を配置。前回のステンドグラスは虹のように、下から色が変化していく形で順番に並べていましたが、今回の天井部は範囲も広いため、単色から寒色への変化、順番は守りつつ、円形に各色ブロックライトを配置していきます。あ、そうそう、10分前の私に託された、屋根の水漏れの件ですが、水漏れを起こしている箇所にブロックライトを強引にねじ込み、見事解決。さすが10分後の私、そこに痺れる憧れる。あとは、最初に一度撤去した屋根を再びビルドし直せば、大天井天井のステンドグラス、完成でーす。前回ビルドしていたシャンデリアに代わり、巨大な天井部のステンドグラスが完成しました。間にガラスや水の層を差し込むことにより、ステンドグラスの立体感を表現。また、その水が大聖堂内部に注ぎ込むよう、ホール部分にも水を掘り、少しリフォームしてみました。本ビルドをもって、水戸さんの大聖堂は正式に完成。さあ、ここからは今回のメインビルド。雄大な大自然の景色を開発する様子、たっぷりとお見せしましょう。大聖堂の手直しが完了した後は、楽しい建築の時間。海岸線の磯のビルドに関しては今までと同じように、あらかじめ設計図と建材を用意しておきましたので、それをもとに、住民の皆様にビルドしていただきましょう。ちなみに今回の設計図、パート3でビルドした、森の中の湖以来、久々に行う自然あふれるエリアのビルドということで、今まで使用したことのない建材も大量に採用し、かなり気合を入れて設計図を作りました。石やサンゴなど、海、自然を表すのにもってこいの建材も多い。このドラクエビルダーズ2ではありますが、このようなブロック系のサンドボックスゲームで、果たしてどんな風にリアルっぽい磯を表現するのか、そのあたりも、今回のビルドの要点になるのかな、と思います。ということで、そんな感じの磯エリア、いざ、ビルドスタートです。穏やかな波音と潮の香りの海風が、あまたの命を育む、緑化計画の新たなる一歩を踏み出す、久々となる大自然のビルド、命育む磯が完成しました。ですが実は、この時点でちょっと予想外のことも起こったりしていまして、そのあたりも含め、ここからさらに手を加えていきましょう。もう一息です。さあ、手直しも完了しましたので、今回開発した命育む磯を簡単にご紹介しましょう。今まで敷設してきた島西部海岸線沿い、白く輝く道のその先、北側に、ゴツゴツとした岩場と色とりどりのサンゴ、磯銀着が目を引く、新たな形の大自然ビルド、命育む磯が完成しました。それでは早速、今回のビルドをご紹介。濃いグレーは一色だった海岸線に、黒、白、茶色といった各色ブロックを混ぜ込み、まずは下地を作り、そこに様々な種類の石系、岩系建材を配置し、磯を表現。さらにサンゴや貝、海藻などをアトランダムに設置し、凹凸感だけではなく、配色面でものっぺりならない容器をつけました。もう少しサンゴや磯銀着を増やし、もっとカラフルにするのもありかなぁ、とも思ったのですが、それだとサンゴ礁がメインになっちゃいそうだったので、今回は使用量を抑えています。でも各色サンゴがメインの海岸も、いつかビルドしてみたいですね。そして磯奥、森林地帯と磯の境目の部分に、小さな小屋を一軒建築。こちらはこの磯を拠点に漁をする、素潜り漁師さんの漁師小屋です。外観、内観ともにコンパクト、シンプルをコンセプトに建築。内装も、冷えた体を温めるための火をメインに、森に見立てた槍ラックや網と、できるだけシンプルにまとめています。しかし前回の水戸さんの大聖堂もそうだったのですが、私はこれまで、ある程度大きな規模の建築しかしてこなかったこともあり、このようなコンパクトな建築、実は少し苦手です。限られた範囲で表現しきることの難しさ、まだまだ今後も勉強することがたくさんありそうです。そして小山への階段を東に進むと、錬金術師のアトリエ、さらに水戸さんの大聖堂へと繋がります。こちらからの円形の大聖堂もなかなか素敵ですね。以上が今回ビルドした、命育む磯です。設計図に起こす範囲の関係上、まだまだ磯エリアはそこまで広くないですが、今後さらに先の海岸線まで、このような磯エリアを広げる予定です。ですがそれはまた裏作業でやるとして、次回は、また何か別の自然あふれるエリアをビルドしたいですね。ということで、今回の実況はここまでにしたいと思います。最後に恒例の、需要があるのかかなり怪しい、今回ビルドした設計図、および建材の紹介コーナー、今回は濃いグレー岩をメイン建材として使用数、結構多いですが、元から配置されていたものをそのまま使用しているため、ビルド自体にはそれほど時間はかかっていません。そしてそこに各種石、岩系の建材、あとサンゴやイソギンチャクをポンポン配置していったわけですが、そのイソギンチャクが少し問題でして、イソギンチャクって様々な色のものがあるので、最初設計図を制作する際、5色分のイソギンチャクを使用していたんですよね。ですがその状態で、いざビルダーペンシルを使用してみると、なぜか色付きのイソギンチャクが設計図には反映されておらず、すべて普通のイソギンチャクに置き換わっておりました。サンゴ各色はビルダーペンシルで読み取れているのですが、イソギンチャクだけ、なぜ？以上、設計図組み立てパートで少しお話しした問題点についてでした。それでは今回はこの辺りで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価や、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そんなことしてもウプ主が作った、変な動画を見せられるだけじゃないのか。失礼ですね。怪しい動画やしょうもない動画もありますよ。結局全部ダメじゃねえか。まあ今後も当チャンネル、アトリエタンポポを、よろしくお願いします。